はい、こんにちは。パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッション、ウどう編。今度ンののシーズンでは、このウどうという楽器について1からいや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。正解までの動画で、このレッスンのガイダンス、3本指を使った3フィンガーの奏法、人差し指を使った4フィンガーの奏法について解説してますので、まだ見てないよという方は概要欄からぜひご覧ください。そして今回はですね、スプリットハンドっていうね、奏法について解説していきます。 スプリットハンド、何かというとですね、今までやりましたスリーフィンガーとフォーフィンガー、これを交互に叩くという奏法になります。はい、前回までのおさらいを簡単にしますと、3本指、スリーフィンガーの奏法というのは、主に肘から先の前腕部分を回す。特にこっち回りですね。外回りに回す勢い、回転力を使って、ウドゥを。 鳴らすという奏法でしたはいで逆にですね人差し指4フィンガーの時はこのこっち回りですね前腕部分を内回りに回す勢いでこの腕を鳴らすという奏法でしたつまり外回りと内回りなんで3フィンガーと4フィンガーっていうのねこう行ったり来たり往復の関係であると。 言えますねじゃあこれ3フィンガーをやったにフに4フィンガーをやれば効率いいよねってただそれだけの話なんですこれが今回やるこのスプリットハンドですね3フィンガー4フィンガー3フィンガー4フィンー3フ3ー3リ3フ3ーはいこれが習得できますと体の動きとしてとても楽な動きでこういう速いフレーズを叩くことができます だいたいこういうね、指系のパーカッションで見る超絶技巧みたいなフレーズっていうのは、まあこういう往復の動きだったり、回転の動きをよく使っています。はい、では体の動きから確認して、このスプリットハンドをやってみましょう。まず、メスっていう形でね、このような手の形を作ってみてください。指が上向いた状態、手の甲を相手に見せるような形です。で、ここから一瞬でこの手を振り下ろして、さっと。 お化けの手の形を作ってください。はい。で、お化けの手の形、ダラーンと、下ろした状態から、さっきのメスにまた一瞬で戻ります。さはい。これを交互に振り、下ろす、上げる、下ろす、上げるっていう運動をやります。さっ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 さと。なるべくこう、軽快にですね、小気味よく、こう、全力でね、力を入れて、おりゃーと、やる必要ないので、さっさっさっさと。 軽く行いましょうここでなるべく力を抜いた状態でできた方がこのうどん演奏がめちゃくちゃ楽になりますのでなるべくね楽にさっさっさと振り下ろす上げるっていうのをやってみてください,、はい。これ何をやってるかっていうと要はこの肘から先前腕部分をこう内回りに回したり外回りに回したりする運動を行っているってことですね。 この動きに、とにかく、慣れる。さっ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 さと。この動きに慣れて、この、回すという感覚。力を使わずに、この回転のエネルギー。往復の感覚を身につけるということを行います。で、この運動に慣れてきた、慣れてきたと思いましたらですね、今度、楽器の前に構えて、今度、こう、 さっと振り下ろすときに人差し指がウトウに当たるように振り下ろしてください。はい、これが前回やったフォーフィンガーですね。で、今度振り上げるときに三本指がウトウに当たるようにこの位置を調整してください。はい、これ前回やったスリーフィンガーです。で、さっさっさっさの間隔でフォーフィンガー、スリーフィンガー、フォーフィンガーと。 交互に打ってくださいはいこれで完成ですスプリットハンドができましたしばらく4フィンガーと3フィンガー交互に叩いてみますので合わせて練習してみてくださいせーの4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3, 3. 4 3. はいいかがでしょうかできましたでしょうかあとはもうこれをですねひたすら繰り返すだけでございます自こう自分の意識自分の感覚としてなるべくね楽にできる限り楽にさっさっさっさと フッ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 という感覚でこうウドゥが鳴らせるようになるまで繰り返し練習してみてください。なんかこう軽くいけないぞとなんかこう動きとしてぎこちなくなっちゃう力んじゃうという場合はねこの肘から先前腕を回す動きにそもそも慣れていないという可能性が高いですので最初にやったメスっていう。 手の形を作って、ここからさっ、振り下ろすで。お化けの手からさっ、振り上げる。さっさっさっ。まずはこの動きをね、体操っていうか、まあ、こういうダンスだと思って、思い出した時にやって、この動きに慣れてくださいで。理屈で理解したい人もいると思いますので、ここから先はより詳しい論理的な解説をしていきます。そもそもこの肘から先のね、前腕部分を回す。さっさっさと。 るような動きっていうのはどういう動きなのかっていうのを見ていきたいんですけれどもみんなこう前腕部分をね触る握っていただくとここに骨が感じられると思うんですよ親指側からピーッとこう伸びている親指側の骨と小指側からピーッと伸びている2本の骨が感じられると思います で、この肘から先の前腕部分っていうのはこの2本の骨がね傾くっていうかねじれるような動きをして回っているように見えているっていう動きなんですねで是非ねこういうテープビニールテープで構いませんのでこの親指側の骨だけでもピーと。 この腕に自分の腕にね貼ってみてくださいそしたらめちゃくちゃこの動きがよくわかります、はい、この辺りはあんまりこう動いていないっていうかね視点になってるような感じなんですけれどもこの親指に近い方の骨が大きく動くねじれてるような形になっているっていうことですね この骨のね動きが理解できるだけでも回すという感覚がより実感として得られるのではないかなと思います5フィンが人差し指を当てるときはこの上の骨をひねってねじっているわけですねでここから3フィンが3本指を当てるときにはこのねじった骨を元に戻しているという動きになります、ねじって 戻して、ねじって、戻して、ねじって、戻してって、いうような感じの動きだということですね。でこう見える化するだけでもですね、あ人間ってこうやって動いてるんだってね、理解することができる、自覚することができます。で、自覚できればですね、より精度高くその動きをすることができると思いますので。 どうもこの動き慣れないなという方は一回ねシール貼って、えー、見える化してみてくださいはいではこの動きに慣れてもう楽にできるよという方はですね今度は右左右左交互に叩いて44334433 3, 4, 4, 3, 3と打っていきましょう44334434434433 だだんだん速くしていきますはいこれがスプリットハンドでのシングルストロークになりますこれもゆっくりからで構いませんので確実にできるテンポから始めてだんだん速く高速化するっていう練習をやってみてくださいでは最後にスプリットハンドのエクササイズを兼ねた練習フレーズを紹介しますので是非やってみてください まず右手から始めます。右手のフォーフィンガーを1発打つ。打ったら左手でフォーフィンガー、スリーフィンガー、2発打ちます。タッタッタたタッタッタレーズですね。はい。これ三回繰り返します。た、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 はい。で四回目だけちょっと変えます。右左交互に。 44334433とスプリットの交互打ちで8発打ちます。はい。これがフレーズになります。続けてやるとタッ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  このようなな練習フレーズになります。多くの方がですねおそらく左手のこのスプリットが苦手だと思いますので左手が多めに出るような練習フレーズとなっていますでこの角を取る感覚左手のスプリットを使う感覚を身につけてさらにこう連打する速いフレーズも出てきますので、まあ、じっくりね確実にできるゆっくりなテンポから始めてだんだん速く スピードアップしていくとかなりこのスプリットの練習になると思いますのでやってみてください超ゆっくりなテンポこれぐらいから始めて最終的にはこれぐらいまでできるといいかなと思いますので挑戦してみてくださいはいというわけで今回はスプリットハンドについての解説でした 一見こうテクニカルでね難しそうに見えるんですけれどもこの体の動き使い方さえ抑えれば楽に必ずできるようになりますのでじっくりとトライしてみてください前回前々回の動画も合わせてですね復習しつつ確実に習得していただければと思いますはいこんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています他にも動画がたくさんありますので概要欄の再生リストからぜひご覧になってください 毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますのでチャンネル登録してぜひチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。